今日は磐梯町に来ています。この磐梯町で今日はプリザーブドフラワーのコサージュ作りをしたいと思います。私自身はプリザーブドフラワーは触るのも見るのも初めてということで、どんな感じなのかすごく楽しみです。では今日は頑張って挑戦してみたいと思います。早速なんですけれども、はい、この先生はこのプリザーブドフラワーのインストラクターということなんですけれども、はい、こういったあのプリザーブドフラワーの魅力とか惹かれた理由っていうのは何かあったんでしょうか。うん、ですね、私あの小さい頃からあの花がすごく好きなんですね。で今もあの庭ガーデニング一生懸命やってるんですけれども、それをやってまして、最初ドライフラワーから入っていったんですよ。でそのドライフラワーの色がだんだん褪せていくのが忍びなくて、でプリザーブド、プリザってこんなに色がいつまでも綺麗なのねってそこで惹かれまして、それでプリザーブドの学校に通うようになりました。生花のようなこの発色の良い状態を、はい、どのぐらい持続させることができるんでしょうか。この状態でまあ3年から5年は確実に持ちますね。このままもうこの綺麗なままでずっといるということなんですね。そうなんです。わあすごい。プリザーブドフラワーのコサージュ作ります。頑張るぞ。そもそも不器用なんですよね私。丁寧にやらないと歯を破きそうになっちゃいますね。これ気をつけないと。主役のバラですね。このバラにも針金を通していくんですけれども、多分これも色を一回脱色しているっていうことなので、多分この赤色も多分このままこの色をつけているんだと思います。でもそれにしても全然これ綺麗に巻けないっていう問題が発生してます。黒崎さん、そうなんです。これなんかここがこんなになっちゃう。どうして、コサージュを最後につけたのは高校の卒業式で渡されて胸ポケットにつけただけかな。トルコギキョウと小菊を栽培している農家さんにも取材に行ったんですけれども、実際にこう花が咲いて収穫をするっていうところを初めて見たので、それはなんというか何も言うことないんですけど、あの瞬間を撮っておけるのがプリザーブドフラワーですよね。だからやってくれると話がね伝わるのに。手作りのプリザーブドフラワーのコサージュ、ちょっと不器用な私も作ってみました。高校の卒業式以来のこんなコサージュをつけてみたんですけれども、ちょっとこれからは自分のファッションにも取り入れていこうかなと思います。ぜひ皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。